僕らのポスター、はい、皆さんこんにちは皆さんこんにちはどうぞはい。本日は5月の25日に収録を行っています、えー、今日最初のテーマなんですが尖閣諸島について、うんえー、昨日ですね尖閣諸島に関する合同勉強会が開かれましたその模様についてお話しくださいはいなんか NHK みたいな出だしの振りだった <laughs> もっとラフに行きましょう 2>,、はい、え2月に会計法が <laughs> 施行されましたがその後全然政府は動きませんよねどうなってるんですか <laughs> あはいはいえー、急に口調が変わったので <laughs> 一瞬ついていけなかったけど <laughs> えっとですね昨日のことなんですよねもうまだね、はいえー、これ25日ってありますけど尖閣諸島に関する合同勉強会って書いてあるんですけどというのはですね これ見ていただくとまずその稲田さんとそれから守る会幹事長の稲田さんも守る会メンバーですけど幹事長の山田宏さんが2人だ共同代表になって尖閣諸島でちゃんとその島もそうだし島の周りの海も調査してそれ開発できるところを開しましょうっていう会とその後にですね 原田明さん原田さんも守る会のメンバーですけど元環境大臣の原田さんが公務員を約束通り準備した公約だったんで過去形になってるのがケチカなんですけれども2012年の総選挙で公約した公務員の常駐っていうのをちゃんとやるべきだと 2>,、うん、2つ会ができててですね、はいそれで まあ、ん越ながらあの、まあ、非公式に僕があの僕もと言うべきだと思いますが提案をしてこうなんかバラバラにですねあっちでもこっちでも行ってるっていうのはあんまりよくないと、えー、携帯電話の音とか入っても普通にやりましょう、はい、失礼し,ましたそれがいやいや失礼じゃないよ2人とも急ぎの連絡があるんでねで僕の場合はこれは重大な電話が1個かかることになってるんで。はい 思い出したそれでちょあの別にどあの普通に放送してていいですけどかかってきたら分かるようにしますね今ミュートになっちゃってるからはい、はい、で続けるとですねあの非公式に僕の方からあ,のあんまりバラバラになってるのも良くないんででも同時に無理に統合するのもどうかとで「守る会は」はみんな「守る会」のメンバーだし厳然とあるんですけど 守る会は一応本来の3本柱があってで今はまあ経済安全保障とかで消費税の問題も取り組み別に変わってません、えー、会の内部に消費税についてはすごく意見の対立があるのは事実ですけれどもそれでだから本当はあえて言うと守る会も含めてですね、まあ、客観的に見る人がいたらねだからみんな客観的に見てると思いますが総理が。 守る会も尖閣で提言を持ってくると、でみんな守る会のメンバーがみんなこういうのを作っていると、何がどうなってるんだというのは、やっぱりあの菅総理がそう思ってらっしゃるという意味じゃないですよ、でも口には出さないと、そういう反応があってもおかしくないので、いろいろ僕も考えたんですけど、ま,あ、まずはその合同の勉強会というのをやりませんかと、はいで、一つの理由はですね、ここはこうやって役所が出てこられるんですよね。 でこれはまあ自由民主党が与党でいるからと野党だから野党だったら来ないってわけじゃないけどでもやっぱり政策決定権者の与党だから役所がこう毎回何が会合を開いても求めれば来られるわけですよ。それでまああの「守る会」が万能の行政機関のような受け止めがあってそれ違いますよってことをこの番組でも普通にお話しましたけど。 行政官も、あのー、当たり前ですね万能じゃないのと人数にごく限りがあるから、はい、もうずっとそのこ,うこういうのは議連ですけどね議連それからもっと出席義務の強い部会あるいは対策本部等の正式機関にその呼ばれてあるいは国会にも答弁に行かなきゃいけないと政府参考人としてそうするといつ仕事をするんだってことになっちゃうから、うん、アウトプットばっかりになっちゃうんでインプットが。 やっぱりどうしても行政機能があこう弱くなることを懸念してこうやって合同にした方がの政府の行政官にとっても、まあ、当然合理的なわけですからでこうやってて合同勉強会を初めて開いたそれで、あのー、この勉強会で政府側の説明聞いた後にこの菅総理に対する合同の要望書 それから、その立法府なんで、この法律を作りましょうということで、法律案、まだ骨子ですけどね、こういう、仮称として、尖閣諸島海洋調査の推進に関する法律案と、でこういうのを政府の説明聞いた後に、議員同士で議論しましょうという立てつけだったんですよね、昨日ところが、ああってまあいい意味でところがなんですが、その、 この合同勉強会の提言とか、あるいはその法律案を議論する前に、政府側の説明が行われて、ですね、まあ、こうやって、あのこれ、まあ、今までも出てきたような資料なんですよ、で説明も今までの説明と、何ら変わるところがないので、僕はまあ黙ってあの聞いてたんです、はいえー、今までと違う説明があれば反応しますけど、 あの当然じっと聞いてますけれども今と同じ説明だからそこはスーッといくのかなとでその後じゃあこの合同勉強会として、えー、どういう提言にするのかあるいはどういう法案にするのかっていうことが中心かと思ったらですね、はい、まず出席者が多いそうですか、えー、守る会のメンバーが多いけれどもうそうじゃない方もいらっしゃって、はい、それから。 まあ怒りを込めたた質問が多かったですよねそれはさっき三浦医者が的確に言った2月1日に中国会計法が施行されてで中国はそれでやりたいことを実はやってきてるわけですよねすで、はい、に。でそれに対して何にも日本政府の動きは変わってませんからあのやっぱり怒りもたまるし、はい、それから、えー、沖縄県から あの九州各県から選ばれて、えー、衆議院でも参議院でも国会に来てる人にとっては地元に手突っ込まれてて、えー、中国からですね、えー、中央政府が動かないというのはもうやっぱり許せないっていうことがあると思うんですよ。で非常に厳しい質問があ出てで、えっと、僕は部会であれこういうのであれ基本的に自分の発言を紹介すると。 いつも言ってる通り公公開開と非公開の狭間なんで、はいね、でも今回はその中で一人だけ名前を挙げてあの、うん、本人が OK であろうと思いますから言うとですね長尾隆さんね、はいえー、守る会の副代表でそしてつい最近もその尖閣諸島に出港する、うん、漁船の港の現場に行って。 まあ、あの長尾さんは怒らずにずっと丁寧に交渉したけど結局船に乗れなかったっていうことがあって、うんはい、なんか一部から批判も浴びてたようですけれども、まあ、その長尾さんのことをちょっと話したいんですけどね、はい、あの要は長尾さんはいくつかの問題っいうのは当然現場からの発言として指摘してたけど漁に行けないと、うんね、いうことを改めて聞かれたわけですよ。はい 冷酷冷静ですよ。で水産庁が主に答えたんですが。まあそれまでの政府の答弁も。これはあの。僕はあの敬意を込めて行政官と呼んでるけど。とても敬意を。お送れないような、木で。花をくくるような。答弁ばっかりですよ。例えば環境省は。衛生で見てるから調査は十分だっていうわけですよ。またですね。はい。それでそれに対して、これは長尾さんとか僕とかじゃなくて。あの。 違う議員からあの例えばその外から見てるだけつまり上陸できないから、ね、でも外から見てるだけでも草の中の草地の中の深い部分で異変が起きてるということがあの漁家の方々の証言からも自分たちが見ても遠くから見ても分かるので衛星で分かるわけないじゃないですかと言っても「いや衛星で見てますから」っていうね。はい それで当然、例えばあの長崎県の議員から手が挙がって、日本の領土なのになぜ上陸できないのか、誰が考えてもおかしいじゃないかと。そうです、ねはい、それから、その、うん、あすいません、ちょっと止めてください。はい、ちょっと大事なあ急ぎの電話で中断しました。はい、話を再開しますと その長尾隆衆議院議員があの何をおっしゃったかというとというところに戻って言うと、まあ、寮ができないと、はい、それで長尾さんがこの間行った時も含めてそうだと、ね、でさっきあの例えば長崎県の長尾さんは大阪ですよ長崎県の他の議員からその上陸できないのもおかしいしそれからこれ長崎県じゃない人から。 政府関係者以外は上陸禁止になってるけれども政府関係者も上陸してないじゃないかと、はい、さっきの環境省の衛生調査っていうのはその典型だとそうです、ね、言ってることが全然本当のことじゃないじゃないですかとこんな日本政府でいいんでしょうかっていう質問がそうやってさっき僕が言った通り予想を超えてたくさんでみんなもう顔色が変わってる感じで決してあの怒ったりしてないけれども。 あの何て言いますかねですよでも政府側の答えはずっと同じでね、はい、それでその永川さんがそのお漁家の方が川さんはあ、えっと、漁業従事者って言ってたかなまあ僕は農家漁家っていう言い方してるんですけど要するに漁業に従事されてる方々が漁できないってことを何度言ってもこの水産庁の返事はね、はい 一応その法にかなってるわけですよ。というのは漁船でもすごく小さいのがありますよね平たく言うとね小さいのがあってそれからそのいわゆる漁船に分類しないようなちっちゃな船でも漁をするってことがあるでしょ。でそういう船はこの行ける範囲が限られてるわけですよね。えっと基本的には二十海里ですよね。えー、海里っていうのは海の里って漢字で書きますけど。 1> 1. キロ、ね、だからまあ20回りはそれを計算してもらえばいいんですけどこういうのってまあ余談ですけど20回りは20回りとしてイメージとして頭に置いといた方がこう陸上との距離の違いが本当は分かるんですけどいずれにしろ20回り以上は言ってはならぬと。それで中野さんはそのことも水産庁がそれを繰り返して答弁なさるからその20回りの話も。 尖閣諸島だけ異常に厳しくやってるじゃないかとそうなんですねそうすると法を執行しているように見えて本当は中国に遠慮をしてこれは長川さん中国って名前出さなかったけど要は違う理由で抑えてるとしか思えないということを言われてですねそれであのこれなぜ島を取ったかというと長川さんがその後メッセージ来たんでこれ後で言いますがえ僕はですね、あのー このいわば前半のところでは手を挙げないつまり同じだから政府答弁が。でもこれはちょっと雑誌できないと思ったので、うん、司会をなさってたのが和田政宗さんでこの人も守る会のメンバーですけど司会役の和田さんに向かって手を挙げて、えー、ちょっと発言の機会を作ってもらってまあ,あ決して怒ってはいないけど、まあ、怖かったと思いますよ。 本当にあの怒らなきゃいけないと思ったから、長尾さんの発言をえ何だと思ってらっしゃるんですかと丁寧には言いましたよ。はい、長尾さんは今この合同勉強会ではいわば平場の立場で僕と同じでこういう稲ん山田さん原田さんっていうあのこういわゆるひな壇にはいないと。ただそれぞれ役職は背負ってるんだけどね。でもそのいわば 一議員が普通に聞いてるだけだみたいな答弁をなさってるけども長尾さんは守る会の副代表で守る会は66人いますと66人国民に直接選ばれた人が長尾さんの後ろにいてしかもその後ろにもっと大事なのは漁業従事者漁家の方々が膨大にいてそして実際にあの高級魚が取れる本当に取れるんですよあの潮がぶつかってるところだから尖閣のあたりっていうのは。 あのまあ、緊急事態宣言がやがて終わって沖縄に行っていただくとあの地元の飲み屋さんってね結構よくこういうポスター貼ってあるんですよ、はい、魚のポスター知ってでしょ、はい、でそのポスターの中にその沖縄の地元のおいしい魚がこう写真入りで載ってるんだけどその中でも一番その根の張るつまり漁家にとっては利益が出る正当な利益が出るそういうお魚を取れなくなって困ってる。 そして日本は一体どういう国なんだろうと思っている漁科の方々がこの長尾隆の後ろにこんなにいるんですよとでさらにその後ろには日本国民がたくさんいらっしゃるんですよとそれに対する答弁だと言えますかと、ね、それであの法に基づいておっしゃってるんだから私たち立法府の人間はあこの行政官の方々が今までと違う対応できるような立法措置を担保しなきゃいけないから今回。 法律のこともこのあと協議するわけだけどもまず姿勢としてあの今日の答弁ぶりはどっちを向いてるのかと中国共産党を向いてるのか日本国民を向いてるのかっていうのがどうしても問われざるを得ないと、ね、したがってこの場を切り抜ければいいっていう答弁をなさるのはあそのままではよくないと皆さんのためにもよくないと。 行政官は何のために行政をなさっているのかお考えいただければあ雑するわけにいかないと、ねはい、したがってもう一度ちゃんと答えてくださいということを申し上げたんですが答えは変わんないうん、ね、それで、えー、その後の議論の話はもう一回しますがその前に申し上げておくと、まあ、夜になってからですね、えー、永川さんに改めてね、あのー その時のやり取りについて聞いたらですね長尾さんからね、まあ、当然映らないでしょうけどこういうその紙がそのショートメッセージを送ってきてですね、はい、これはですね、えー、令和あじゃないやごめんなさい平成26年の4月1日付で水産庁長官のお名のもとにこれ文書には知事どのしか書いてないんですけど、はい、これはまあ事実上 とううべきでしょうね沖縄県知事にあったもので井上さんさすがですねご存知なんですね。で中身はですねこれあの普通の健全な常識の一般国民を読むと別に何ら変わったことは言ってないみたいに思われると思うんですが非常に巧妙に書いてあって、はい、要は戦意これタイトルがねついててこう長いタイトルがついててですねこれなんとか映るかな、はい、長いタイトルがついてるんですけど戦意法が適用されないような あこの船ですよ、ねえー、漁船および小型乗用船の漁船員における待遇および作業の安全の確保だから待遇と作業の安全って書いてあるから誰も文句言えない仕組みになってるんだけど、はい、これ簡単に言うとですね要はその今までは漁業専従者だけじゃなくてその,その漁家の方々が当然 OK してくれたら手伝う。 人が乗ることもできたし、はい、それから小さい船であっても何でもかんでも借子定規にその、えー、20回りを1ミリでも超えちゃいけないって話じゃなくてその安全をちゃんと確保してその例えば水産庁の検査があったらその検査にもちろん、まあ、応じない人は日本にほとんどいないけど安全ですねって水産庁も思えるような装備をちゃんと整えていること安全装備も。 あるいは漁労についての葬儀にもちゃんとあることねでそういう状況がですねこれはあの長尾さんが僕に言ってきたことをあえて紹介するとですねこれはまあ長尾ちゃんと僕の信頼関係で紹介するとこの文書が出この通達が出るまでは普通に船長の了解さえあれば誰でも尖閣諸島で漁業のお手伝いすることができましたがこの通知が出た以降 一切行けなくなくりましたと、ね、で僕はあ、えー、この問題で一番現場に出てあの奮闘してる長さに聞いたのは「狙いはこの生産庁長官名の文書の狙いは尖閣を守るための運動潰しですか?」というべう、えーまあ、ここ見せてもいいと思うけどう聞いたら「はいそうです」というあのごく穏やかな返事が返ってきたわけですよ。はい、でこれが まあ尖閣諸島の今の現実であってそうするとやっぱ根っこはですねその一番の根っこはあえてあの公平を期して言うとこの現状を打破するだけの法体系がないと言うべきでしょうねあの行政官はあくまで法に基づくもんだからただしですねあの社会人になってからずっとその法の運用の問題と向かい合ってきたわけですよね。それは ニュースに尻尾があると僕はいつも言ってる通り同じように見える事件でもと起訴になるでしょそれで例えばあの人に害を与えたら刑法が適用されてで刑法の適用っていうのは本当は裁判にする時には刑事訴訟法が適用されてで検察官がもちろん法で担保された権限で本当に裁判やりますかそれとも不起訴にするか。で不起訴にはあの いくつか種類があるわけです証拠が足りないっていうのもあるし嫌疑がつまり犯,犯罪事実の容疑自体が足りないっていうのもあるけどいずれにしてもあの同じように見えても法の運用によって、ね、これはあのだから例えば「忖度」って言葉が今あのもう誤用に近いいやらしい言い方で使われてるけど本来は法っていうのはあの独裁国家が恣意的に法を使うみたいに このの民主国家でここ法だから、ね、これはもう絶対懲役何年だとかもう絶対起訴だとか言うんじゃなくてこれはもう実際起訴されて裁判になってからも上場酌量って言葉はご存知の通りですねその犯罪が起きるまでの背景をちゃんとあのそれこそ正しい意味で侵略し忖度し嫌な意味じゃなくて人間として当然のことを行ってその法というのははっきり 決まってたんだいたら懲役刑までまあ死刑ままででであ死幅を置いてあるわけですよねだから法というのは常にこの「釈歯定規」という一般用語が当てはまるようにガチッとこの権力を持っている側が法執行力を持っている側が全部同じ適用するんじゃなくて必ず幅を持たせるっていうのが民主主義における法治の考え方なんですよ。 だから実はこの漁業に関することもですねこの尖閣諸島の漁労だけ漁労っていうのはまあ漁をなさって魚介類を取ることですけども尖閣諸島の漁労だけ異様にもうガチゴチの状態になってるっていうのはその通りなんですよ。でそうすると私たち立法府の努力が足りないのも事実ですけれどもあの行政官の側がこれは逆にね 定義に見えて実は恣的ですよねそうでしょだから杓子定規って今まで僕は言ってたのはむしろ柔らかく言ってるんで本当は法の運用を恣意的に尖閣諸島だけ厳しくしてほとんど行が量ができないようにしてるっていう実態を長尾さんが指摘してるそのことに何も答えないで生産庁の答えは、まあ、昨日の今日ですからあの僕も記憶 っていうかそのまあはっきり言うと何十年前でも記憶してるんですよ僕は記者時代からこれはあのプロとしてやってるわけですあの人間と話してる時に井上さんと話してる時に井上さんなんか言うたびにこうメ,メモ取っちゃダメで井上さんと話しなきゃいけないそれからメモ帳出したら人間は絶対警戒するからメモを取らないでずっと話をしてるその代わりにもう全部覚えるともう本当に命かけて覚えるっていうのは仕事だからあの昨日のことでもこの間話したペルー事件の話でも まあ同じよう覚えてるわけですけど昨日の水産庁の返事っていうのは「いやそれは日本中どこでも量っていうのは同じですよ」って「同じ法律でやってるんだから別に変わることはない」っていうねこういう感じの答弁なんですんそれが長尾さんの質問を軽んじてると長尾さんの後ろに誰がいらっしゃるのかっていうことをあなたは考えてないと目先のことを個人のことは決して追及しない、ね、あるいは水産庁だけのことを追及しない。 それでも僕は長年海洋調査をやってきてこの間海保の動画もやりましたけど海上保安庁海上保安官だけじゃなくて水産庁の方ともある意味苦労も共にするところもあったし水産庁の方々の苦労はよく知ってますと特に漁業取締船に僕は乗ってるわけだから水産庁の最前線っていうのはまあ棍棒を持ってるんですよ、ね、だから全くに許そうとは言い切れないけど海上保安官はあの、まあ、いざとなったらのために まあ船には機関砲も乗ってるし個人も武装してる場合がありますけど全員じゃないけど生産庁はコンボを持ってるわけその棍棒で例えば中,中国漁船のようなフラチな動きをするしかも後ろにあの三浦氏が言った通りあり海警法の改正によって軍事力が実上いる、ね、その時に棍棒で立ち向かうっていうのはね船の数が少ないだけじゃなくてそれは身の危険そのものですよ。そうで、ね、でそういう現場の苦労を 僕はあのよく理解してるからこそ言うんであってこのままでは主権者にこの水産庁も海保もこの間のいやそう見えるだけですっていう話と同じでどっちを向いてるんだとで海洋国家日本で海上保安庁や水産庁が中国共産党におもねて気にして日本の漁家の方々の立場に立ってないとなったら祭りごとへの根本的な信頼が壊れてしまうと。はい でそのことは国会議員も有権者に選ばれてきてる国会議員もあるいは自分で志してそのいわゆるお役人行政官をやってる皆さんも同じじゃないかということを僕は申し上げたわけです。えー、まあ,あの申し上げたにとどまってるわけですけれどもおでも原点に立ち戻って言うと、えー、結局はあの立法府の動きが、うん、行政官を後ろから支えることになるから。 それで僕はその昨日改めて提案したのが、はい、のこの合同勉強会のこう次第があってこうやって役所が来てるというリストがあって最初に僕感謝申し上げたんですよ。あの勉強会ですからあくまでしかも任意の議員連盟ですから、はい、そこに皆さんちゃんと来てくれてちゃんと答弁してくださるってことはすごく鮮烈なが評価してますってことを冒頭に申し上げてから中尾さんの発言の本当の意味を申し上げたわけです。 それで、えー、まずこの要望書があるんですけどね、はい、まあ非常にシンプルにしたのはあのむしろいいと思うんですが僕が申し上げたのはこの123番ではなくてですね、はい、1>, 1番のことはこの法律制定法で後で言いますがまず申し上げたのは4番でね尖閣諸島周辺における海洋資源および地下埋蔵資源の調査を行うことあるんですが、うんはい、これはですねまずあの背景をこれは皆さんと一緒に考えたんですけど その背景の部分はこの法案の方の上にちゃんと書いてんですけどね立法の背景対象、はい、これも映していただいていると思いますが1969年だから60年代の終わりに国連アジア極東経済委員会これエカフェって言います当時あった今はもうないですけど当時の専門機関のエカフェがここにその沿岸鉱物資源調査報告って書いてますが要はあ言った通りありピーコイルをはじめとして 要はその資源を取り尽くすんじゃないかという懸念が当時から60年代の後半から起きたので世界でまだ手付かずの資源がないかと探していったらほとんど成果なかったのにえこのアジア担当のエカフェが資源がないはずの日本の沖縄県の尖閣諸島の海底からえこれはあのメタハイとか今のレアアースとかではなくて当時ですから当時まだそういうことがほとんど考え及んでないんで石油と天然ガスがありますと。 いうこととを世界に報告書しして出したわけです、はい、そしたら突然まず台湾が自分のものだと言い出してその後中国は古来から自分のものだと言い出したと、ね、それがまあ立法の背景にあるんですがあのそのことを考えるとですねここの4番の,その地下埋蔵資源っていうのはこのとっても大事な部分なんですよ。はい、でそうするとここはその調査っていう段階ではもうなくてですね えここに拠点化人員をと僕が書いて「古川村」って書いて「かつお節工場」とかねこれ「剥製」って書いてるんですけどえ三浦市長ご存知の通り僕こんな普段こんな字じゃないんですけどこれあの自分が発言するときに間違わないようにこうメモしてるだけだって「チャイナの理由」って書いてるのはそのここは自分の問題と言い出したのはもともとこの「いわゆネーシンス」国連の資源調査が背景にあってのことだからそもそも問題の発端だから大事だっていうことと それから要するにこの魚釣島を中心にですねこの海底資源探査とその資源開発の拠点を置くべきですとうでそうするとこの原田さんのところの勉強会がおっしゃる公務員っていうのもここの3番目にもあるんですがこれ例えば東大の管理者とかね港の管理者とかそれから本来は住民人が考えたのは えー、僕は議員になる4年前ですけど、2 0 1 0年に考えた例えば警察官とかね、つまり武装してるわけだけど、はい、そういうイメージだったと思うんですが、それも必要だけれども、この支援のの専門家の人員もも置くことも大事なんですよ、うん、それで魚釣島っていうのはですね、あのちょっと皆さんに、あ,あのパンフレット、あのちょっとそこ取っていただきますか、こういうのも別にカットしないで。 えー、外務省が税金でこんな立派なパンフレットを作ってるんで、これあの、ぜひあの、主権者の方々も外務省に請求をして、えー、入手していただきたいと思うんですが、これ、大津島ですよねで、パッと見るとです、ね、もう山しかないように見えるじゃないですか、ね、で例えばあの、南小島が、まあ、この辺にあるんですけど、南小島は真っただのところがあるけど、あれは、まあ、はっきり言うと平らすぎてですね。 あの台風とかの時に完全にあの完全にかどうかわかんないけどやっぱりあの波の影響を受けやすいんで、まあ、普通に考えると魚釣島に作る方がいいと思うんですがパッと見ると山だけ見えるだけど本当はこれ小賀村って言ってですねまあ小河山地に関連してそれは地名として扱われたんだけど小賀村とかあるいはその鰹節の工場とかあるいは剥製ですね。えー 海鳥の剥製を作る工場なんかが置かれてたんであの環境に配慮しながら開発するとこの資源開発の拠点を作るることはできるんできんすよんで本来は洋上に櫓を建てるんですが、はい、これはあの日本はそれ自体ができる状況じゃないっていうのはですね、はい、なんとあの不思議なものでねあのブログに来るコメントで僕は苦しめられることの方がはるかに多いんですよ。 今日はあの答えて答えて答えるの方でねあの思わず、えー、やっぱりちょっと愚痴っぽかったかなと反省しておりますがでも言わなきゃいけないと今でも思ってますが苦しめられることの方が多いんだけどでもねもう感心することも山のようにあってちょうどけあの今朝見たらね、はい、あのところであの中国は尖閣諸島周辺でやってる勝手にやってるその資源 ね、もう盗,ん盗む部分もやってるって話はどうなったんですかと、はい、全然報道されませんがどうなってるんですかとうん今朝見たんですよ、はい、でも昨日僕はこの会議でそれを実は言ったわけです、えー、おそうなんですね、はい、面白いもんですよ、ね、でそれをですねちょっと皆さんにあの昔は地上波のテレビでお見せしてた写真なんですよ「あのアンカー」って番組でねえ今はは地上波のテレビでは えー、僕は本当にこの世にいないことになってて本当になってるんですよ、えー、余談のようでいって四じゃないですけどい位継承漫画が、はい、最初はどーっと予約が増えて今どーっと減ってるんですけどそれについて大阪の人大阪の人が書き込みくれてて「青山さん最初だけ予約があってあとなくなるのは当然ですよ」ってだって消されてるからもう大阪のテレビでも青山って人間はどっか雲の彼方にい,い,いなくなったことになってて守る会なんてもちろん。 大阪在住の方だけど周りの人は青山重治も守るかも誰も何も知らないとそれがブログに宣伝も何もしないでブログに「好意継承漫画の予約してくれたら価格下がります」って書いただけなら瞬間的にこうなってもそれはあのなくなっちゃいますよと、ねはい、その通りだと思うんですけど今からお見せするのはその関西、えー、テレビとかで見せてた写真なんですが、えー、これは。 西暦で言えば年年今から16年前の9月のののの月沖縄の那覇の海上自衛隊の基地なんです、はい、でこれあの当時の海上自衛官で今も元気な方もいらっしゃいますがここちょっと足だけ見えてるのは、えー、対戦哨戒機、まあ、今哨戒機って言ってますけど P3C ですよね当時プロペラ機です今ジェットの P1 に変わりつつありますがまああのー。 民間の専門家として海上自衛隊と交渉をしてこのフライトが実現しました専門家としての僕の意見を海上自衛隊が聞くために招いてくださってコネとかそういう話じゃないんですよコネって普通の民間人ですからね今国会議員になるとこれができないんですようんだから本当に今の僕は海外も行けないし武漢熱以前から行けないので 国会議員になって手足縛られてるに近いんですけどこの時はその会場の方から専門家の意見聞きたいと何の意見か分かりますよねつまり海上自衛隊の P3C は我が、はい、国の権益が及ぶ構成に見て及ぶ海域で中国の資源開発の櫓の上を飛んでるわけですよ、うん、で今その櫓っていうものはどういう状態なのか海上自衛隊は当然資源の専門家じゃないんで専門家 あるいは安全保障にとっても専門家機関にとっても専門能力あると会社が見てくれてエネルギーもあるから総合して意見を聞きたいということで P3C、えー、のの普段の特別飛んだわけじゃなくて P3C の普段の紹介活動の中に乗っけてくれたんです、はい、後ろにいるのが青山チョロ博士ですよね、えー、青山先生はなぜ奥様に金髪を許すんですかっていう格好みが今も来ますが <laughs> はい、えー、それは例えば 昔の大和武尊の味方ってお酒神ですよ、ね、今男性がお酒神してたら僕の息子はこうやってソフトクリームと頭してますけど、ね、それもたまにきますけどそういうことを言ってたら大和武尊の味方のヘアスタイルも今のと比較しておかしいって話になるでしょ、はいまあ、そういうまあ,あのもうはっきり言いましょう狭い心をやっぱ卒業していきましょうねはいそれで実際どういう飛行機で飛んだかっていうのはこれですよね我が P3C ですね これ亡くなったコンちゃんっていいましてコンとうんさんって三浦氏は会ったことないかなないですね、えー。亡くなっちゃったんですけどこの人はあの僕は衆議院議員に出るべきだと言って、えー、兵庫4区ですよねをこの人の運転で一生懸命回ってくれて、まあ、あの時に決断すべきだったかもしれないけどその時も断ったんですよね。その時はその時も住民かから依頼が非常にあったんんですう、まあ、ういう懐かしい懐しちゃんと の写真でそうやって P3C、えー、がこうやって、えー、尖閣諸島に向かいましたとでさて、えー、こうやって、えー、魚釣島の上に来ましたと、はい、皆さんもこれで分かるでしょうが相当な低空飛行でですすよね、うん、そうですねそうこの能力だけでも大したもんなんですけど P3C、えー、それに変わっていく P1 いずれも世界最高の照会能力を持っています、えー、そしてですねこれが決定的な写真で。 これ16年前の尖閣諸島に近い海のね日中中間線あたりの中国が建てたこれ P3C が今飛んでるんですからいやこの時飛んでたんですから日本側の海です、はい、ね中国はそれ認めてないんですけど国際法からすると明らかに日本側の海で中国がこんなでかい櫓を建ててそれだけじゃなくてだこれを海上自衛隊は僕に期待したわけですけどこの炎の意味ですね、はい。はい これは非常にまあきれなオレンジ色で炎が出てるってことはですねこれ実用化してるってことです、はい、この下の油じゃなくて天然ガスをですねメタンハイドレートじゃなくて在来型の天然ガスを実は実用化してるつまり不純物を燃やしてるわけですこれをまあ僕に見てほしかったわけですけどこれあの無理に拡大して取ったんじゃなくて。 優秀な過剰自衛隊が接近したわけでですす、うん、すごいですねそうするとチャイナ側はね誰も出てこないんで<ー>もし中国側のみだったら他国の軍用機は近づいていくんだから、はい、武装も含めて出てくるはずが<ー>もうまるで無事に見えるように中に引っ込んでるわけですよ<ー>これは推測ですよこの後は一瞬はでも僕は罪の意識だと思う<ー>これは人の上に入ってるからですいや人の家に入り込んでるから<ー>ねで えー、さらにそのらを飛んでいくと例えばこういう写真ね、はい、これどれだけまあ実用化してるっていうかっていうのも、まあ、実はよく分かるんですここ一,一人出てこないですよでもっと、うん、近づいた段階でいうと、ねはい、これだけの大施設で一切顔も出さないわけです。うん、人影は見えませんね写真でということはですねあの、まあ、冷静に考えると海上自衛隊機が 矢倉を目指して飛んでくるとつまり魚釣島や北小島南小島の周りを回るだけじゃなくて櫓に向かって飛んでくるってこと間違いなく事前にキャッチしてる<ー>急に引っ込んだとはとても考えられないあそうですか一つは P3C は、まあ、プロペラ機なんでそんなに速くない P はもっと速いですけど<ー>それもあってもう指令を出して全部の櫓で明らかに亀が首引っ込めるみたいに引っ込みたい。<ー> これが完全に国際法上中国の意味で中国は自分の事件を取ってるだけならなぜ引っ込むんですか,だからこういうのが正体分かるわけです。でさらにこの重大な写真もあって、はいえー、これはですね、はい、要は下にパイプラインを敷設してるでパイプラインのメンテもやってるっていう、うん、証拠と言ってもいい、えー、写真です。こ、はい、これはあのー、このフライトが終わって えー、まあ随分あの、まあ、余計な話だけど苦心はしたけど調べた結果青島にパイプラインを通してて、うん、そこで使ってると、うんね、で16年前ですよ、はい、でこの櫓が解体されたことはもちろんなくてですねまだあるんですね今現在ももちろん稼働してて、はいはい、それで、えー、例えば海上自衛隊機もこれまあ銃弾の話なんですけど この時みたいに近づけない。へえ。近づけないんですか。さっきの水産庁や。はい、漁労ができなくなっていることと全く同じで。はい、防衛の最前線でも。事実上。この時みたいに。少なくとも、この時みたいには。行けなくなってるわけ。です許可が出ない。ですね。そうですはい。まあ、これはあの、そのフライト終わった後の写真なんですけど。まあ、あの。 会の立派な方々がいてですねこの三浦市長が知らない時代の独立総合研究所、はいね、社員が写ってるけどね、えー、国連に行った人とか中には指ささないけど防衛省から出向してた人とかうそういう方々いらっしゃるんですけどみんなあのそれぞれ現役で働いてらっしゃるけど、うん、例えば国連に巣立っていった人とか防衛省にもちろん戻った人とか写ってるんですけど何を言うためにこの写真出したかというと。 この16年間永遠と中国は口が裂けても実効支配って言わないよ。でも中国はこうじり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 会計法の開発に至るまでもじり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 と資源をはっきり言うと日本側からも盗み自分の側もあるから自分の側も活用し資源というのが民族の根幹であることを中国共産党はむしろよく理解してて。 そのためには日本,日本側は何もしないから盗むことも含めて、まあ、ずっとやってきて、えー、どんどん既成事実化してるわけですよ。はい、だからさっきの水産庁の話も水産庁の悪口をまさか言ってるんじゃなくてそういうことをずっと許してきた安倍政権も含めて菅政権の悪口を言ってるんじゃなくて安倍政権も含めてそれを許してきた日本側の、うん、必要にこそ大きな問題があるからこそこの4番のところは、うん、資源 のための拠点も作りましょうということを僕として提案しました。でプラスこれマリオンって書いてあるのは僕のあのセリのためなんで、実は5番目として、はい、量がちゃんとできるようにっていうのも入れましょうとね。はい、で、もう時間がだいぶ来てますから最後ですけれども、この立法についてはですね、この法案自体はもうあの相当議論したんでこれ以上言わないけれども問題はですねあの。 議員立法っていう,ふうになってるわけですよ文字では書いてないけどそれで,そであの議員立法っていうのはこれはあの困ったことに国会は慣行の塊なんですよね。で例えば民意で自由民主党の議席立憲民主党の議席が決まってるのに僕が所属してる経済産業委員会でもそれから予算委員会でもですねむしろ自由民主党の質問時間を削って他の党に回すってことが必ず行われているわけであって。 それはあの多数の応募をやらないっていうとっても良い面もあるけれども民意をちゃんと反映してないってとこもあってその国会の運営がそのあまりにも観光第一主義になってるっていうのはもうこれもじり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 とこれ一気に観光をやめるっていうのはそれは審議ストップそのものになってしまうからあるとあらゆる法案が通らなくなってそれ全部。 強行採決強行採決メディアが書くと必ず総選挙で政権交代が起きるっていうからくりになってるわけですよ。はい、でこれもじりじりとやるしかないんだけども話を元戻すと議員立法は全会派一致になってるわけですだからこの尖閣諸島の現状を打破するためのこの法案も議員立法でやろうとすると、えー、共産党も社民党もおもちろん立憲民主党も全部 そうですね全く正しいですというふうにしないと整理しないんですよだからこれ前ちょっと話しましたよね「青山、はい、なんで議員立法やらないんだ」っ、ね、議員立法はその見かけはよくても本当はだから困った法案になることがあるわけです、ね、全部とは言いませんけれども意見が違うから違うとなんでそれで、えー、僕が改めて提案したのは これはその議員が自分たちで作った法案であってそれはいいんだけどそれを「閣法」っていいまして「政府提出の法案にするように求めることをここにはっきり書くべきじゃないですか」と。で閣法になるとさすがにというべきか全会派一致なんてことはなくなってえ例えば法によっては「対決法案」っていって。 今回もそういうことを例えば入管法で起きましたけれども野党側の強い反対があってそれで入管法は妥協してしまったけれどもだから廃案,廃案ということになったけれども例えば重要土地利用規制法案のようにこれは野党の言うことを入れて修正してはいけませんというのはこれはオールドメディアは強行採決というけど違うんですよ。強行採決というのは審議しないで えー、審議なしでいきなり多数だけで採決することを言うんであって審議して審議してで審議がもう終わってるのに野党側もつまり自由民主党が持ってた持ち時間もこう出して野党側は十分質問をして不満があっても政府もちゃんと答弁して審議はもういろんな意味で完全に終わってるのに未来永劫審議だけしたるといきませんからいよいよ採決になった時に採決はしたくないと。はいね、いやそれをもう審議しまししままたから採決しますと言って 野党が出席しなくてもあるいは委員長のところに野党が積み寄って妨害なさっても採決をちゃんとやるとこれ強行採決はないけれどもオールドメディアはもう100%強行採決でけしからんって報道するわけですよねそうですねそれと多くの主権者が強行採決ばっかりしてまたなるわけですよ、ね、<laughs> ばっかりっていうのはそこに入るわけばっかりしてけしからんってことになって、うん、むしろ野党にとっては有利な話になるってことになりますが、はい、ただ確保ですと そのやむを得ない時にはその採決に野党が応じなくても採決をちゃんとやって審議をその前に十分にやるってことは前提ですよそういうことはできるんで議員立法みたいに国会に出す前にそのやってはならない妥協まで全部入ってしまうと例えば極端なこと言うとこの尖閣で言うと日中の住み分けとかねそう主張してる野党議員は政党とは言わないけど実際いらっしゃるから。 はい、僕は野党の人ともよく話しますけど、僕にもおっしゃる方、現にいらっしゃいますよ、日中住み分けの、ね、日本の領土を住み分け、自分のお家を隣の家の人と住み分けるんですか、したがって、その確保にしてくださいということを明記すべきだと申し上げました、で僕はもう、守る会の代表であっても、こういうところでは、何か役職は担っていると思いますけど、平場,と平場の議員として行動してるんで、最終的には、 この、例えば原田義明さん、稲田智美さん、山田宏さんにお任せはいたします。ね、信頼して、一任を、最後一任しないと、守る会でもそうです。最後は、代表の僕に一任がきます。一任されても、僕の場合はまだ議論してるけどね。あれちょっとやりすぎなんだよね、本当は。はい。まあ、そういう現状です。だから、最後にもう一度言うと、あの、こういうパンフレットも含めてですね。例えば、この文言が、本当に正しいのかっていうね。中国は、その。 武力でやっててようとしてて日本はそうじゃなくて法に基づいてて平和な海を目指して、うん、でも本当にそれだけで事を解決なのかこの部屋に暴漢が入ってきて三浦秘書を暴力で奪い去ろうとした時に僕は「いやこれは法律ではしてはいけないことになっているんです」と、ね、だから平和なこの部屋にしましょうって言っててそれで僕は責任を果たしたことになるのか。 僕は実際にここに今暴漢が入ってきて暴力で三浦一緒に何かしようとしたら必ずそれは正当防衛の権利を、うんうん、使って力で対抗します、はい、絶対寄せつけない当たり前じゃないのはいそうですねね、はい、<laughs> 人間の基本だよ、ね <laughs> はい、ってことを言ってるうちに感想文コーナーがなくなったのね。<laughs> あ、やりますか。ってく,っくなので、はい、もう最近ずっとやってない。でもこれ電話で中断してたよ。あ、そこ飛べてます。四十はい。あともう一本ぐらい取らないといい、はい、じゃあ短いのを紹介しましょう。はい。はい。はい、の決断で。はい。では私は背根子いただいた感想を一つご紹介します。はいはい、えー、私はハイネコを読んで、たとえ他の人を欺けても、神や仏を欺けても。 お天様をけけても自自分自身は欺けない悪いことをしても良いことをしてもそのことはしっかりと自分の魂に刻み込まれる。報われなくても良いことをしている人を励ましお咎めがなくても悪いことをしている人を哀れもう無限と思うことも実存し困難であろうことも実現すると確信し諦める必要などなく自分のできることをしよう。 私はハイネコを読んで感想と言いますか、このような思いが湧きました。うん、いつの日かサインをいただいてから読もうと思っておりましたが、つい読んでしまいました。あははという感想をいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい。嬉しいです。はい。はい。では時間がありませんので、はい、今日は以上で終わっていきます。はい、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。はい、チャンネル登録。 いつもと感じが違いますね。はい、はい、ではご視聴ありがとうございました。